続いて四角三番、次の各問いに答えなさいっていう一行題小問文ですね。まず括弧一番は、半径がルート6、中心角が60度の扇形の面積を求めてくださいっていうもの。扇形の面積は基本的にはまず円の面積を求めます。円の面積かける360度分の中心角。円が、半径がルート6です。で、中心角が60度なので、まあこれぐらいですね。この扇形の面積を求めてください。求め方としてはまず円の面積を求めます。ちょっと難しい言い方をすると、 πr の2乗、 r ってなんじゃいっていう人もいるので、この πr 2乗とか難しいなと思ったら、もうもっとね、小学生っぽくていいので、半径×半径×円周率とかそういうのでいいです。なので、半径がルート6なので、ルート6×ルート6×円周率、はい、これがこの円の面積、半径×半径×円周率。扇形の場合はこの円の面積を求めておいて、中心角360度のうちの60度分を求めてください。扇形の面積や扇形の弧の長さを求める場合は、円の面積や円周を求めて最後に360分の中心角をかけてください。するとルート6かけるルート6は6になるね。360度分の60っていうのは約分すると6分の1になるね。で、 π が残ります。6かける6分の1かける π は、これとこれかけたら1になるので、 1×π イコール π。 四角さんの括弧1番、扇形の面積は π です。この問題なんか円周率をいくつとしなさいとか書いてないので、 π で大丈夫だと思います。で、四角2じゃない、四角さんの括弧2番、これが座標みたいなのが出てきますね。点 A、カッコ3カンママイナス3、カッコ閉じを右へ2、上へ5進んだ点 B の座標。問題では、こういう座標が書いてありました。A、点 A っていうのが与えられていて、これが X 座標がプラス3、Y 座標がマイナス3、カッコ3カンママイナス3というところに点 A があります。ここから右へ2、上へ5進んだ点 B の座標。これ X 座標が今3にいるところから右へ2移動するので、3たす2で5。それから Y 座標は今マイナス3にいるところから上へ5移動するので、マイナス3たす5で2。っていうふうに、まあ足し算普通は計算でやるんでしょうけれども、この座標が与えられているので、計算とかめんどくさいなと思ったら、もう実際にもう指で書いて調べて、それで原始的なやり方でいいです。ここから右へ2移動してください。ここから1、2すると、x イコール5っていう、ここにたどり着くんですよ。で、そこから上に5進んでください。1,2,3,4,5、ここにたどり着きました。なので、ここが点 B、 この点 B の座標をこの問題で与えられている3カンママイナス3と同じように答えてください。なので、答えは x 座標が5、 y 座標は2、5カンマ2と答えたら正解です。で、括弧3番、関数 y イコール ax 事乗について。ちょっとめんどくさくなってきたな。 1,2 は簡単だと思ってたけど、やっぱり3あたりからちょっと難しくなってきました。四角さんの括弧3番、関数 y イコール ax 事乗について、 x の変域がマイナス2分の1小なりイコール x小なりイコール1の時、 y の変域がマイナス2小なりイコール y 小なりイコール0です。これで a の値を求めてください。まず y イコールなんとか x 事乗っていう二次関数のグラフを書くんだけど、この二次関数がね、この x 事乗の係数が正の場合、0よりも大きい数の場合は、こんなグラフになるはずなんです。原点を通って下に凸のグラフ、ここに切片がついてないのでね、原点を通る、頂点は原点です。ただし a が0よりも小さいマイナスの数だった場合は、上に凸のこんなグラフになります。今のところは a がプラスかマイナスかわからないので、どっちのグラフになるかまだわからない。そこで変域と定義域と地域が与えられています。
X が何とかの時に Y はマイナス2から0、もし A がプラスの数であればマイナスの領域に入らないんですよね。 Y の変域がマイナス2とかを通るよって言われてる時点で、ああこれ何も書いてないけど A がこれマイナスなんだなっていうことがわかります。なので頂点が原点でこういうグラフであるってことがわかります。これが Y イコール AX 次乗のグラフ。 X の定義域がマイナス2分の1、まあ適当に書いてみますよ。そこから1、頂点の座標が原点なのでマイナス2分の1と1、こっちの方が Y の値が小さい、こういう状態になるね。でこの時に Y の変域がマイナス2から0です。 Y の最大値はここ頂点の0です。で Y の最小値がマイナス2と書いてあるので X が1の時の Y の値がマイナス2であるということが分かりました。こんなグラフになります。 Y イコール AX 次乗で、最終的に A はいくつですかって言われたら、X が1の時に Y の値がマイナス2になるということが確認できたので、Y イコール AX 次乗の式にこの数値を代入します。X が1の時、Y がマイナス2になるので、マイナス2イコール A かける1の次乗。マイナス2イコール A。これで A イコールマイナス2であることが分かりました。これが四角3の括弧3番の答えです。括弧4番。括弧4番が場合の数、確率かな。大小2つのサイコロを投げて、出た目の和が4以下になる確率。サイコロをね、2個投げた問題っていうのはもう、6×6 のマスみたいなのも書いちゃってください。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。大小はどっちでもいい、どっちがどっちでもいいので、一つが1、もう一つが2だったら出た目の和が3になるよねと。というふうに出た目の和って言われてるので、ここ1と1が出たらここ和が2になります。1、2、2、1の組み合わせだったら和が3になるよ。1、3、2、2、3、1の組み合わせだったら出た目が和が4になるよ。っていうふうに和がいくつになるのかっていうのを書いていくと、こういうふうにね、この右上がりに同じ数が並んでいくっていうのがわかります。出た目の和が7になる場合が6通りで一番大きくて、最大で和が12になります。出た目の6通り ×6 通り全部で 6×6 の36通りあります。これが分母。そのうち条件に当てはまる出た目の和が4以下になる場合っていうのは、もうこれぐらいも数えて2、それから3、3、4、4、4っていうふうに数えたら6通りありました。なので分母は全部で何通りが考えられるか、分子は条件に当てはまる場合が何通りあるか。なので 6×6、 36分の6です。でこれを6、6約分して答えが6分の1になりました。サイコロの出た目が何とかっていうのは、こういう表を書いて確認するのが一番間違いないです。ちなみに出た目の差って言われたら、今度逆に右下がりになって、ここがいわゆるゾロ目って言われる同じ目、出た目の差が0、出た目の差が1になる場合、2になる場合っていう規則性を持って並ぶので、それを覚えておくと答えやすいでしょう。続いて四角さんの括弧5番。20人の記録をヒストグラム、この問題もね、ちょっと実際の問題と微妙に文言を変えてありますけど、大体意味は同じなので。20人の何かの記録をヒストグラムに表したものです。記録が50以上の人数は全体の何パーセントでしょう。ヒストグラムってなんじゃい？聞いたことないの。焼いて食ったらうまいんか。安心してください。見ての通り棒グラフのことです。ヒストグラムっていう言葉なんだかわからねえと思っても、もう見ればわかるので、もう見たまんま。目の前のものに対応してください。棒グラフで20人分の記録を棒グラフに表しているってことです。なのでこのメモリを読み取ってね、縦のメモリが1メモリ1になっているので、横は記録が何センチであったかっていうこと、20センチから30センチの間の記録だった人が縦に数えて1人いたよ、30から40の記録だった人が 1,2,3 3人いたよみたいな数字書いていってください。すると40から50の記録だった人は9人いました。ここ 1,2,3,4,5 5人です。ここが2人でした。合計何人かな？ 1 たす3たす9たす5たす2、1と9たして10、352で10、じゃあ合計20人だ。あ、合ってるな。なので分母が20人。で、問題では、記録が50以上が何人いたのかって聞かれてるので、ここですね。こことここ。50から60の人が5人。ここが2人。なので、該当するのは5たす2で7人ですね。なので答えは、割合で答えると20分の7ということになります。
ただしこの問題では割合ではなくてパーセント100分率で答えてくださいって言われてるので、割合の20分の7に100をかけてください。割合で言う1が 100% だからね。したら20分の100約分して1分の5になるので 7×5 で 35%、 35% が答えです。割合で20分の7になったら、もうこれ以上約分できないんだけど、割合の時はね、分母が、分数で表した時に分母が10とか100とか切りのいい数だった方が分かりやすいので、あえてこれ5倍に倍分して 20×5、 7×5 にして100分の35にしておくという手もあります。分母100とか10とか切りのいい数にしておけば、この状態を見て、あ、これ 35% だな、100分率で 35% だな、歩合で言うと3割5分だなっていうのが分かりやすいと思います。で、括弧6番、 XY の大きさをそれぞれ求めよう。こんな図ですね。平面図形の嗅覚、角度を求める問題。三角定規みたいなのが2つ重なっています、上下に。ただし AD 平行 ED、 AD 平行 ED、 AB 平行 ED ですね、ごめんなさい、 AB と ED が平行、かつ BC と FE、 これも平行なので、平行な組み合わせがあったら平行線と角、錯覚、同位角、対頂角とかね、そういう感じですね。まずこの上とこの下が平行なので、この Z に当たる錯覚の部分が等しいよ。ここが42だったらここも42ですよ。ここが58だったらここも58ですよということです。で、それが分かれば Y はすぐに分かりますね。180引く括弧58足す42括弧閉じなので、180引く100で80度かな。はい、合ってますね。で、これが分かれば X はじゃあどうしましょう。で、この上と下が平行だっていう条件なので、こういう錯覚を使いましたけど、もう一つ AB と DE も平行だという条件があるので、こう見ても同じことです。これでもやっぱり錯覚使えるので、ここが80であればここも80だってことになりますね。じゃあこの対頂角も80度なので、最後にこの三角形での内角の180度からこの58と80の合計を引くと X が出ますと。 X 足す80足す58が180度になるはずなので、180引く括弧80足す58括弧閉じ、180引く138イコール42、ここかな。で、答えは X が42度で Y は80度になりました。真ん中の、これで四角3終わりました。どうでしょう。1の123を見た時に、うわ、なんだ、すごい簡単じゃんと思ったけど、そうでもなかったですね。四角3の1行題になると、まあまあ、簡単すぎる問題は1問も出ず、それぞれに多少時間もかかってます。で、このあたりで、あと、大問が四角4と四角5、2問あるよ。残り時間何分ぐらいあるかなっていうことをね、考えながらやるっていう、ちょっと練習を事前にしといてくださいね。入試に挑む前、本番に挑む前に、こういう時間配分の練習とかは必ずしておいてください。